皆さんこんにちは、ケエンジェルです。4月2021年4月です。この後ろに映っている赤いネクター、これはハミングバードのネクター。ハミングバードがたくさんこのネクターを求めて飛んでくるので、ハミングバードウォッチ、ハミングバードをちょうどビデオや写真に収めたりすることが頻繁にできるようにこれをかけてからなりました。早速今年初めてのハミングバード、昨日ここからではなく窓の、家の中から窓越しにハミングバードがネクターを吸いながらこうやって羽ばたいている姿がはっきりと、今年初めて見えました。これからも頻繁にハミングバードさんたちがネクターを求めてここにやってきてくれることがとっても楽しみです。今日はちょっとまた前回のお話の続きというような感じで、みんなに、私なりのいろいろ感じていることなどをシェアさせていただきたいと思います。私は、何年も前から頻繁にドロレスキャノン、ご存知の方もご存知でない方もいると思いますが、ドロレスキャノンとはアメリカでヒプノセラピー QHHT クアンタムヒプノーシスヒーリングテクニック、ヒプノセラピーの、のメソッドを生み出したパイオニア、アメリカ人の女性で2016年、おそらく2016年に彼女はトランジッションしました。40年以上にも及んで彼女はこのヒプノセラピーのテクニック、クアンタムヒプノセラ、ヒプノーシスのテクニックを用いて、たくさん数えきれないほどのクライアントさんたちを対抗催眠誘導して、このメソッドによって過去に遡っていくだけではなく、実はクライアントさんたちが過去性、また過去性だけではなく、ディメンションを超えて他のディメンション、また輪廻転生、私たち繰り返してきています。私はそう信じています。輪廻転生をする、そのビトウィンライフ、一度体を抜け出して次のジャーニー、次の人生に入っていく、その中間地点、ビトウィンライブズ、その間の記憶、その間の映像などをクライアントさんが次々に見出し、それを語り出す。他の惑星にいた、他のディメンションにいた、自分が全く人間の体をしていなかった状態の記憶を、ビジョンを思い出す。そしてそれを語り出す。といったような、すごくただの普通の今までの対抗催眠ではなく、過去性、他のディメンション、宇宙、肉体を持たない状態をみんなたくさんのクライアントさんたちが語り出したことによりクワンタムヒプノーシス QHHT という名前が付けられ、彼女はパイオニアとしてこのメソッドを世界中に広めていきました。そして彼女がワークをしていると同時に、たくさんの本を、クライアントさんとの体験、それを本に出したり、彼女なりの見解をいろいろ述べたり、クワンタムヒプノーシスに対しての本を彼女は20冊以上出したのか、20冊近く出したのか、ちょっと覚えていませんが、この本も世界各国に、各国の言語に訳され、世界中の ヒプノセラピストたち、医療関係に携わる者たち、精神科医や、セラピストたちが彼女のワークにとても興味を持って、本を読んだり、そのワークを学んだりして、医学ではないけれども、また医学に足をどっぷりとつけていた人たちも彼女のワークにとても興味を持って、道を変更したりした人々が世界中にたくさんいる、この素晴らしいドロレスキャノン。そしてドロレスキャノンの言葉で、彼女が伝えたメッセージで一番有名なのは、地球が真っ二つに
分かれるであろう。地球が真っ二つに分かれる。オールドアース、ニューアース、古い今までの地球から新しい地球が、卵が孵化したように、生まれ出るビジョンを見たクライアントさんたちが世界中に何百人もいるのです。そのセッションを通して、同じビジョンを見せられた、同じメッセージを受け取った、自分自身のハイヤーセルフ、催眠状態、深い催眠状態にいて、自分自身のハイヤーセルフやスピリットガイドたちから受け取った、与えられたビジョンがとても似通っていた。その一つに、地球が真っ二つに分かれていく。古い地球と新しい地球。そのビジョン、そのメッセージ。私もこのメッセージを何年も前の YouTube などで伝えたことが 何度もありました。そしてここ最近、それが現実のものとなってきているとたくさんの人々が感じていると思います。すでに気がついていると思います。現実のものとついになってきました。古い地球、今までのデュアリティのあった地球、闇に覆われていたような地球、貧困があって、病があって、悲しみが、絶望があって、怒りがあって、戦いがあって、この今までの地球、そして新しい地球、光り輝く、すべてがカラフルで、もっとカラフルで光り輝く美しい地球、そこには愛があり、ワンネスがあり、ユニティがあり、喜びがあり、みんなが同じ意識を持って、愛と慈悲の心を持って共に共存する、共に暮らしていく、分かち合って暮らしていく、そこには病も戦いも争いも競争もない、そんなパラダイスのような地球、私たちは今そのどっちの地球に進んでいくか、それをそれぞれが選ぶ時がやってきました。すでに始まっています。私は地球上に存在するすべての者たちがアセンションすると願ってきました。信じてきました。でも多くの者たちが語っていたように、どうやらすべての人々が新しい地球に行くわけではないようです。ないのだと最近悟りました。考えを変えられるようなビジョンを、現象を見せられました。メッセージを受け取りました。この人生ではアセンションを選ばずに古い地球に居残る者たちが少なからずいるようです。でもそこにもジャッジメントはありません。ジャッジをするべきではありません。どっちが正しい、どっちが間違っているというジャッジをするべきではないと思います。でも私は
古い地球には居残りたくはありません。あなたはどうですか？私はだからこそみんなに伝えたいメッセージがたくさんたくさんあります。一緒にユニティのワンネスの愛と喜びの世界、あなたと一緒に、あなたにも行ってもらいたい、一緒に行きたい。だからこそ伝えるべき、伝えなければと背中を押されるように、私は今もこれからもできる限りの言葉を使って、できる限りのことをして、私なりのメッセージを伝えていきたいと思います。私のこの前のアップロードしたビデオにも素晴らしい仲間たちからのコメントがたくさん寄せられ、本当に感謝しています。ソウルファミリーが誰であるか、エネルギーですぐに見分けることができるようになりました。愛の励ましのコメント、その中にやっぱり今でもポツポツっとそうではない波動を感じるコメントが届けられます。今回一つコメントを受け取った、その内容は、どうしてそんなネガティブな話ばかりするのかな、日本は大丈夫ですよ、という短いコメントでした。このコメントに込められたメッセージ、エネルギー、意図が分かりますか？あなたなら分かって感じることができると思います。この短いメッセージにはいろいろな意図が込められています。エネルギーが入っています。ネガティブな話ばかりをどうしてするのかな、日本は大丈夫ですよ、どういう意味でしょうか。日本が本当に大丈夫だったら、世界一の自殺者の多い国となっているでしょうか。毎日100人近くの尊い命が自ら奪われていく。1年間に3万人以上もの尊い命が失われていく。その国、日本が大丈夫、本当に大丈夫なのでしょうか。日本は大丈夫なのでしょうか。またそのことを挙げないとしても、地球上に同じようにどこの国であろうと、どこの土地にいようと、ソウルを持つ、ハートを持つ、感情を持つ者たちが一生懸命生きています。毎日サバイバルしています。不安の中に包まれたり、愛するものを失った悲しみに暮れていたり、子供たちを養っていかなければいけない、明日の食卓に食事を並べなければいけない、そのお金は入ってくるだろうか、そんな不安にかられている両親たち、仕事を失うかもしれない、仕事を失った、これから私たちの世界はどうなってしまうんだろう、自分だけが安全な場所にいて、自分だけがちゃんと楽に暮らすことができていたら大丈夫なのでしょうか。ネガティブの話を
真実を、真実に蓋をして目隠しをして見て見ぬふりをして生きていけばそれで大丈夫なのでしょうか。真実を語るなと、周りに無視しろと教えるのでしょうか。子供たちに教えるのでしょうか。日本が大丈夫でも、これからやがて日本からもたくさんの若者たちが世界に羽ばたいていくでしょう。国境を越えていろいろな冒険をこれから若者たちはどんどんしていくでしょう。これからのニューアース、新しい地球での生活は、お国柄、国境、そんなことはもう関係なくなるのです。私たちはヒューマンです。地球上に、マザーアースに同時に存在している地球の子供たち、ヒューマンです。どこにいようと私たちはみんな一つです。私さえ良ければいい、私の国だけ安全であればいい、そのようなメンタリティ、そのような意識を私たちが変えていかなければ、世界は、この世界は、この地球はいつまで経っても戦争も終わらず、争いも競争もなくならないでしょう。隣人が困っているのに、愛する仲間が困っているのに、見て見ないふりをする、目を背ける、耳を塞ぐ、なぜアトランティスとレムリアは滅びていったと思いますか、と前々回のビデオでも少しだけ取り上げたかと思います。アトランティスとレムリアは、今の地球、私たちがアセンションするかしないか、できるかできないかの一番大切な時期にあると言いました。アトランティスとレムリアも崩壊寸前に、もう少しで、もう少しでアセンションする寸前だったのです。もう少しで、本当にもう少しのところでアセンションする寸前だったアトランティスとレムリア、豊かに共存していた。今の言葉で言えば、肌の色が違っても、土地が違っても、文化が違っても、目の色が違っても、協力して同時に共にその違いを尊重し合い、共存していました。協力し合おう、もっと豊かに、お互いを豊かにしていこう。でも、そのアセンションは失敗に終わりました。あることがきっかけで、外の世界から、ある介入、妨害と言ってもいいかもしれません。あることがきっかけで、一つの文明が、文明の一部のリーダーたちに何かが送られ、影響を受けて、一つの文明、今まで仲良く共存していた二つの王国、文明は、そこから憎しみ合い、戦って争い合って、自らを滅ぼしていったのです。
このお話、また詳しく YouTube ですることがあるかもしれません。たくさんのアタックが、反論があるであろうストーリーです。でも私たちは今、そのアトランティスとレムリアの失敗を、悲劇を繰り返すことは許されないのです。その悲劇を、アトランティスとレムリアを自ら崩壊させていった、それと似たようなことが今この地球上で起こっているのです。同じようにまた仲間たちを戦わせよう、お互いに滅びさせよう。闇の力は手を加えないで、私たち人類を操作して、互いに憎しみ合い、滅ぼそうと、全くアトランティスとレムリアの歴史をたどるような同じ結果に今させようとする企みがあるのです。これは私の中のストーリーです。記憶を遠い遠い、ずっと昔の記憶を DNA の中にしっかりと刻んで生まれてきているレムリアの仲間たちが、アトランティスの友たちが、この地球上にまだたくさん存在しています。今は忘れているかもしれない、はっきりとした記憶は忘れているかもしれないけれども、それらの友達、仲間たち、それぞれレムリアやアトランティスに記憶を持つ者たち、悲しい結末を最後まで見てきた者たち、その生まれ変わった者たちは、お互いにここの地球上でまた再会し、いろいろなことを感じたりしてきたのです。なんか不安感を感じる、この人はなんか信頼できない、この人はずっと親しみを感じる、昔過去にどこかで出会った感じがする、初めて会ったような感じがしない、目を合わせただけで顔が笑っていても、普通に会話をしていても、何かこの人は怖い、そんな先入観、いろんな感情を私たちは持ちますよね。それは時には必ずではありません。もしかしたら遠い遠い過去のレムリアとアトランティスの記憶が刻まれていて、アトランティスとレムリア同士、違ったもの、違った文明に生きていた者同士が再会しているときに、遭遇したときに感じる感覚だったりするのです。
今このお話をしてあまりピンとこないかもしれない、なかなかわからないかもしれない。でもこのストーリー、私のストーリー、ストーリーをすべてここで話したら、きっと何を言っているのか分かってくださると思います。でも今回はお話ししません。まだマザーアースからのメッセージも届けていないし、私が言いたいこと、とにかく私たちは仲間同士で争ったりジャッジをし合ったり戦い合うのをやめていかなければいけません。アセンションをしたいのであれば、パラダイスに争いのない、病のない、苦しみのない、悲しみのない、喜びと幸福感に包まれた、愛に包まれた世界に早く移行して、 そこで存在を続けたいと願うのであれば、私たちは互いに争うのをやめていかなければいけません。レムリアの仲間たち、体を持たないスピリットたちが見守っています。それを願っています。戦うようにコードを入れられた一部の者たち、アトランティスの戦いのコードを入れられた者たち、すべてではないと思います。でもその戦いのコードは何千回何百回生まれてきても、輪廻転生してきてもまだ解けていないのです。解除されていないのです。戦いのコード、滅ぼそう、征服しよう、奪おう、そのようなコードが入れられたソウルたちは、生まれ変わってきてもそのような意識状態にあるのです。征服しよう、奪おう、光を奪おう、アセンションを阻止させよう、メッセージを消そう、やる気を、自信を奪おう、失わせよう。それはコードです。深く深く魂に、 DNA に刻み込まれたコードです。そして今そのコードが同じように私たちソウルたちに入れられようとしているのです。入れようとしているのです。同じ悲しい悲しいこの地球の一番初めの文明、悲しい結末を迎えたレムリア、アトランティスの文明をまた繰り返させようとするプログラムです。またネガティブな話をしてとトリガーされているソウルたち、そのコードがまだ植えられているのかもしれません。でもマザーアースが伝えてくれました。
光の仲間たちは肉体を持たない数多くの他のディメンションから見守っている、またレムリアの光を持つ見守っているソウルたちと一緒に、今回は、今度こそは失敗せずにアセンションするのです。一人でも多くの仲間たちを導いてアセンションすることをマザーアースも一緒に願っているのです。時間はもうあまり残されていないように感じます。今なんです。今私たちが本当に結束して、どんなプログラミングにもアタックにも甘い罠にも負けず、私たちが争うのをやめ、結束しなければいけないみたいです。自分さえ良ければいい。自分の家族さえ、自分と自分の家族さえ良ければいい。自分の国さえ良ければいい。そういう意識を私たちは捨てて、地球のマザーアースの子供として、人類として、ヒューマンとして、同じ仲間として、結束しなければいけないのです。アトランティスの一部の その時のリーダーたちに植え込まれたコード、一人でも多くのソウルたちがそのコードを自分の中に入れないと、立ち上がり、どんなことがあってもぶれないで、トラップされた、何億年も何千年もトラップされたファミリーたちを一緒に解放していかなければいけませんと私は思います。私たちが結束して同じ列車に乗って、新しい地球アセンションの道を選んだら、ずっとトラップされてきた光の仲間たちはそこで一緒に解放されます。一緒に新しい地球に存在することができるようになります。そしてやがて光のコードを入れられていた者たちのコードが解除される、そんな時が来ることを私は信じています。でも今言えることは、とにかく一人でも多くの者たちが争うことをやめ、ジャッジすることをやめ、抽象することをやめ、そして
光の地球へ乗ることを決心し、周りがどんなにカオスの状態に、これからももっとひどい状態になっていくように見えても、負けない、ぶれない、自分の道を、愛の道を選ぶだけ。私のメッセージがネガティブで、トリガーされてしまうものに聞こえましたか？これからもよろしくお願いいたします。